新曲リリースまであと1週間と迫ったアンドクレイジー。前作からわずか3ヶ月というハイペース。早いじゃん。早い。おめでとう。連続リリース。どんな新曲なのか。おならって言ってないけど、おならって聞こえるワードとかオーララめちゃですオーナラオーララフィーチャーだオンドライブエアンドクーシーボディケミストリーでグースベルニー。うつろう時代背を向けて孤独。ここまでやったら全部終わっちゃうわ。はい、続きは、続きはライブで。ハードなシャウトと演歌な感じらしいが、なんだかわからないのでライブで。この曲はおなら五郎というアニメの主題歌。わしが出てます。出てる声優出てんの。じゃあ私、おなら翼くんに告白するね。おなら誠さんっておなら翼くんと付き合ってるの？付き合ってます。付き合ってないです。意外にもまだ3回目というオーウエストのステージ。広すぎてしんどかったイメージある。広い、そんな広い？うん、広すぎてしんどかった、うん、なんか、あ、遠いな、あっちからあっちまでみたいな感じ。広いとこうなります。あの、脚力次第ですよね、私らの。そうだよね。足がマッチョになってしまう。その脚力を鍛えている人がいた。9 10 10。これは普通のスクワットよりもきついやつ。50回やりましょう。無理、お前がやれ。アンクレナンバーワンのダンサーを目指す春。全然うまくないんですけど。全然できないんですけど。踊ってみたって言って、ダンスを毎日1日1回は上げるっていうのを目標にしてるんですよ。で、今日で76日目。これからも毎日続ける予定です。本番前、それぞれに集中するメンバーの中で変な動きをするめぐみ。何をしてでも緊張しちゃう。でもここを回すと、あの、よだれの分泌が良くなる。それって意味はあるのか。特に何もない。ただの気休めです。せーの、あー。満員のオーゲスト。だが、この日は対バンイベント。自分たちのファンではない観客も巻き込むことが目標。なぜならアンクレ史上最大の挑戦が控えているからだ。それはキャパ1000人のダイヤモンドホールでのワンマンをソールドアウトすること。こうライブ会場でライブした時は最低でももう一人に一枚は買ってもらうぐらいの気持ちで頑張ってます。すごい目標も高いし、自分たちからしたらもうそれでも楽しんでいきたいなと思います。なんか今しかできないことだろうなと思いながら、大切にファンのみんなと。デビューから2年のアンドクレイジー、その集大成となるワンマンまであと1ヶ月半。必ず成功させる。